はい、じゃあ続きいきますよ。医務室に置いてあった遺体がですね、カークのね、カークさんの遺体がなくなったんですよね。なので、ちょっと医務室戻りますね。あれ？ここじゃない。ここじゃなかったっけ？どこだったっけな？ここか。はい、なくなってます。確かに呼吸は止まってたんですけどね。どういうことです？私に聞かれても困る。それよりレイチェルとか言ったな。彼女は呼ばなくていいのかね？レイチェルが動かしたのかな？レイチェル部屋に入れてくれなくなったんで、もしかして、やっぱり、部屋に入れてんのかな？パーク、ふふ、よく眠っているわ。待ってて、私、クッキーを焼いてくるから。うわ、これ、完全に頭いかれてしまってますね。あなた大好きでしょ？ふふ、あ、ダメだこりゃ。完全にいかれてます。ところで、船長何やってんだ、船長。何してるんだ、レイチェル。この人は、誰にも渡さないわ。ヒューイ、あなたの考えはわかってるのよ。カークを殺せば、私があなたの元に帰ると思ったのね。バカ言うな。しっかりしろ、レイチェル。なんかスイッチが押されたのか？そこから逃げろ。そこから逃げろ、レイチェル。ヒューイがお前を狙っている。俺は今、エアロックの前にいる。早く体を取り戻さなくては。どういうことだ？俺は今、エアロックの前にいる。早く体を取り戻さなくては。すぐに来てくれ。体と魂がバラバラになってしまったんですか？よくわかりませんね、レイチェル。まあ、これが SF 編ですかね。SF 編と言われる。エアロックに行きましょうか、じゃあ。あ、違うな。通内通信3。よくわからないんですが、状況がね、わかんないんですけど、とりあえずエアロック行ってみましょうか。基本的に、みんなのね、後を追う形で、いいのかな？さっきからそうなんですけど、なんかそういう感じですよね。すいません、ちょっと動作が重くなってますね。今動画3本撮りの3本目なんでね。電気か？ただ単純に。いるのか？どうなのか？いたね。バカな真似はよせ。話して。なるほど。エアロックを開ければね、ちょっとみんな吸い込まれてしまうんで。レイチェルさん、気を沈めて。バカな真似はよせ。落ち着くんだ。話して。え？それで？どうしたら？良いのだ？特に動かないですけどね。特に状況変わらずと言って
った感じでしょうか。一回出ます？なでと。なんだ？まさか？ベヒーモスか？ベヒーモスですね。まさかベヒーモスが出入りしてんのか？どうなのか？いない。はい。いやー、怖いですね。うわ、マジか、マジか、マジか。怖い、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 怖い。怖い、怖い、怖い、怖い。うわ、追いかけてくる。怖い、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 怖い。逃げろ。これ多分ね、多分ですよ。僕の予想なんですけどね、ちょっとセーブさせてください。まだ動画始まって6分ぐらいなんですけど、おそらく今ベヒーモスと対峙するとですね、多分ですけど、ほぼ高い確率でゲームオーバーになるんじゃないかなと思ってます。僕の勝手な予想ですけどね、バカな真似をして話して。この辺はまだ状況変わってないですけどね。なんだとベヒーモスが、あ、しまった。やばい、吸い込まれる、吸い込まれる。いやー、カトゥーさん。危ねえ。危ねえ、危ねえ。しかし、生身の体で扉開いて大丈夫なのか？大丈夫か？よかった。壊れてはいる、ない、いないね。いいか、落ち着いてよく聞くんだ。あんたがさっき医務室で見たのは何だ？あのベッドに横たわっていたやつだよ。いいか、冷静になるんだ。悲しいかもしれんが、あの男もうこの世にはいないんだ。まあ、リアリストですね。あとは大丈夫だな。私は向こうを見てくる。いやー、だから、ベヒーモスがいるんですよ。ありがとうございます。だから、ちょっと待って、ベヒーモス完全に忘れてない？私も宇宙で死にたくはないからな。いや、やられてしまいますって。え？私だ。コンテナは本当に空だ。しかしもう倉庫にはいないようだな。どこに行ったかは知らんが、とにかく危険だ。そこのエレベーターで合流して上に上がろう。あや、意外と冷静ですね。ごめんなさい。私、信じられなかったの。だって、あんまり突然なんだもの。ちょっとこの辺スルーしましょうかね。ああ、重要アイテムか。コーヒーあげます？ありがとう。お前は優しいわね。大丈夫かね、みんな。船長、何してんだ。調子はどうだ。今更。今、ベヒーモスが船内をうろついているんだ。何？それは本当かね？それは気の毒に。は？これ映像だけで、もしかして船長いねえんじゃね？何言ってるんだ？非常事態だぞ。いつまで部屋の中に閉じこもってるつもりだ。これ映像だけじゃね？もしかして。何？それは本当かね？それは気の毒に。これリピートですね、完全に。こらあかんわ。開けませんで。船長はもうすでにいない？ベヒモス。これ以上科学を傷つけられるのは嫌よ。レイチェル。いやー、何がどうなってるのか。やめろ、死にたいのか。だって二人が。まあ、コーヒーでも飲んで落ち着きましょうか。
まあ、こんなことくらいしかできませんからね。ダメだ、反応なし。ふん、私はいい。メモリーカードかな？違うな。やっぱり、放っておけないよ。いったー。カトゥーいったー。ゴチョウもいったー。じゃあ俺も行く。エアロック、エアロック？あ、いいのか、ここだ。ヒューイさん。レイチェルは？大丈夫です。レイチェルさんは生きてます。無茶ですよ、こんなこと。いいんだ。僕はただ、今でもレイチェルがいいですね。一途です。彼女は生きている。なんとかしないと。どういうこっちゃ？コールドスリープのカプセルに寝かせましょう。あれなら大丈夫です。で、ヒューイはどうなった？ヒューブ、お願いがあるんだ。端末室へ行ってくれないか？メインコンピューターに頼んで、船長室のパスワードを調べてきてほしいんだ。今、船内が危険な状況なら分かっている。でも、お前にしか頼めないんだ。大丈夫、きっとうまくいくさ。一緒に地球へ行こう。地球へ戻る。それが任務ですか。生きて帰りましょう。おそらくもう船長は存在してませんね。いいか、行くぞ。じゃあ、とりあえず、まあ、どこでベヒーモスと遭遇するかわからんってことですよね。怖いな。まあ、端末室ってどこだったっけ？また早速ね、なんていうか、方向音痴が。うわ、いた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 、マジかよ、いたよ。ちょっとセーブしますね。セーブしますね。いなくなってるとこないよね。いたよ、いたよ、いたよ、マジかよ。裏から回るか。どうしようか。もう一回覗くだけ覗いてみましょうか。うわ、いた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 。うおっと、マジか、これを、かわしていくのか。よーし。船長室のパスワードですね。少々お待ちください。判明しました。無造作な文字の組み合わせのようです。パスワード。ちょっとメモを取りましょうか。入力パターンかもしれないんでね、後でね。ちょっとメモ取りますね。OAKFDE。これで、OAKFDE。よし、これで間違いありません。いない。いやー、どこにいるか。わかんないんで。うーわ、いた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 。お、やばい。あ？やべえ、戻れねえ。ああ、危ねえ、危ねえ。マジか。キューブ、無事だったか。二人は寝かせたんですかね。よし、これだな。ぐずぐずしてられん。行くぞ。でもまさか、船長が犯人だと考えてるんですか？僕にはそうとは思えない。じゃあ誰がやったと言うんだ？私か？いや、そんな。
とにかく開けてみれば全てわかることだ。よし、やってみよう。パスワードは入力しなくてもいけるのか？いけない？あれ、いけない。あ、開かない。何してる？鍵ごと壊しちまえ。わかってますよ。それぐらい考えてます。お、開いたのかな？キューブ、ちょっとこれ持っててくれ。パワージャッキ。バッテリーには限りがありそうだ。武器かな？パワージャッキ、重要アイテム、10個。戦闘、バトルで使えんのかな？装備できなさそうですね。すいません、ちょっとまたセーブ。ちょっと、このキューブ編ね、ほんとこまめにセーブさせてください。なんかね、いつ終わるかわかんないっていう恐怖がね、あるんで、お、船長、もう死んでる？やはりな。これで生きてるのは私とあんただけってわけだ。さっさと吐いちまえろ。いやいやいや、なんのことですか？いつまでもとぼけてんだ。あんたはみんなやったんだろう。そうです。私ですって言うわけではなさそうですね。何言ってるんです？なぜ僕が？私はよそ者だ。少なくとも私に動機はない。あんたらがどんな理由でいがみ合ってたのかは知らんがね。いや、だからその辺のバックボーンわかんないんでね。五長さんがですね、よそ者だっていう情報も僕知らないんで、違う、僕じゃない。あなたに僕らの何がわかると言うんです。確かにみんな仲が良かったわけじゃない。僕だって、カークさんやレイチェルさんのわからないところもあった。でもみんな、憎しみ合っていたわけじゃないし、第一、決して人を殺すような悪い人たちなんかじゃない。みんなただ悩みながら、考えながらも、自分の思ったように生きようとして、ただそれだけじゃないか。呼吸しているようには見えない。顔色も他の人とは違う。向こう行け。泣いている。コーヒーは入れられない。録音メッセージ、リプレイ。船長、あ、こちら。コギトエルゴムス、ゴスム。本船はただいま順調に構想進行中、予定通りに地球に。ん？なんだ？なんだ次は？うわぁ、ごほごほ。誰か。あ、開かない。誰かに殺された？ああ、変わんないのかな。誰かに殺されたのかな。特に、何も、あとは情報がありませんね。リフレッシュルーム。ああ、ここか。ヒューイさんは亡くなりました。室内を回収するため、ロックが解除されます。部屋の出入りは許可しますので、お名前を入力してください。9位は死んだ。部屋に入れるが、船長は死んでも鍵がかかったままだった。なんか関係あるのかな？部屋には自由に入れます。何か
何かないのかな。個人ファイルダイアリー。バツナツバツに前回地球で受けた試験の通知が間もなく送られてくる。合格していれば僕も晴れで船長だ。みんなにはまだ内緒にしている地球についたら話そう。そうなれば少し寂しいが、この船ともお別れだ。船を離れる前にもう一度、レイチェルとゆっくり話がしたい。宇宙間通信、バツナツバツ日、差出人、宇宙船舶管理局。地殻試験結果のお知らせ。背景、貴殿は誠に残念ながら今回の船長、地殻試験は不合格となりましたので、ここにご報告します。落ちたのか。次回の試験予定日は6ヶ月後の予定です。宇宙船舶管理局。なるほどね。船長になりたいが、しかしなれないかったと。さて、どうしたらいいんでしょうか。情報がなくなりました。あ、これはさっき見ましたね。室内で警報が鳴ってます。原因不明です。ロックを強制解除します。原因を調べてください。お名前をどうぞ。キューブ。いやー、先にカトゥーさんに知らずに行った方がいいのかな。登録完了。部屋には自由に入ります。はい。いるのか？何かいるのか？いない。怖い。個人ファイル。軍事通達作戦ナンバーバズ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 。外宇宙で発見された生命体に関する注意。輸送中も絶えず観察を続けること。もしも人体に関する何らかの影響が見られた場合、詳しく記録すること。また生命体はいかなる手段をもってしても地球へ輸送すること。最悪の場合、ある程度の人命の損失もやむを得ないものとする。ああ、以上、作戦司令部。つまり、ベヒーモスは持ち帰れってことか？何としてでも。あ、警報止まったね。はい。なんだって？軍事通達？なるほど、郷長さんか。そういうことだったのか。あんたが犯人だ。じっちゃんの名にかけておかしいと思ったんだ。なぜわざわざ民間の船を使うのかって。最初からそのつもりだったんだ。私の部屋に入ったのか。やはりロボットは信用できん。あの化け物のデータが欲しいから、僕らを実験台にして。落ち着け、それは万が一のことであって。電源が落ちる？なんだ？あ、あなたがやったんだ。逃げるぞ、キューブ。うわー。ベヒーモス。いやいや、嫌ですよ。ちょっとセーブします。セーブしちゃっていいのかな？嫌ですよ。
パワージャッキ、パワージャッキだ。パワージャッキ。よし、開いた。そしてまだ戻ってくる？いない。でも、郷長さん、人を殺すことに関しては、どうなんでしょうかね。人を殺したのも郷長さんではなんですか？どうなんでしょうかね。あくまで目的は、ベヒーモスをね、持って帰ることなんじゃないんですかね。あれ、カトゥーさんどこ行ったんだろう。カトゥーさん。いないよね。どこ行ったんでしょうか。逃げたのか。あ、いた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 。やばいやばい。やばい。どこ行ったらいいんだろう。現在船内はとても危険な状況にあります。カトゥーさんとダース伍長は私も探していますが、今のところ船内モニターでも見つけられません。ベヒーモスに気をつけて行動してください。なるほど。伍長さんとダース伍長とカトゥーさんを探せっちゅうことですか？レイチェルは生きてるんだよね。どこだ？1階かな？いないですね。うわ、いた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 。やばい、やばい、やばい、やばい。またパワージャッキ。やばい、これ回数限られてんだね、パワージャッキ。ちょっとやばいですね。ちょっとじゃあ一回行ってみます。あの人たちどこ行ったんだよ。いないよね。それとも別、うわ、マジか、なんでお前ここいんだよ。ちゃっちゃっちゃっちゃ。3階。コックピット行ってみましょうか。ここは？ここ入れんのかな？メインコンピューターカプセル、無駄な抵抗はやめろ。この船は私が掌握している。で、入れてくれないんですか？誰だ、お前。誰だ？パワージャッキ。よし。ここくせえな。違う。無駄な抵抗やめろ。ああ、全部同じかな。同じだね。同じですね。じゃあ、どうしよっか。時間がもう30分ぐらいまで来たんで、一旦動画切りましょうか。あ、なんだこれ。いけね。え？壊れた？マジかよ。マジかよ。これめっち
ちゃ難しくね、これ。めっちゃ難しいっすわ、これ。まあいいや。もうちょっと、とりあえず一旦ここで動画切って、カトゥーと郷長さんちょっと探しに行きます。次の動画からね、二人の探索、捜索から始めていきたいと思います。いやー、難しい。あ、ここまでね、ご視聴ありがとうございました。よかったら次回も見ていただければなと思います。次回の動画でまたお会いいたしましょう。それでは皆さん、さようなら。